知らなかったんだよね。携帯でやんなくない？うん、いつも携帯でやってる？うん、iPad なんだよね。ヤッホー、ゆうちゃんとイエーイ、クリーナがいます。こんにちは。ファンミーティングさっきやって、めっちゃ空き時間があってショールームしました。ショールーム、あ、じゃまだ一回も行ってないんだ。やってないよ、めっちゃ空き時間ずっと。昨日もそうだった、リノがね。うん、こんにちは、みんな空き時間かな。メリークリスマス。私抽選会スタバでした。私もスタバでした。みんなもらえるやつ、衣装のやつ。羨ましい。あ、でも羨ましくないよ別に。私もさ、これ別にいらんくない？これはいらない。私が欲しかったのはリファとかさ、ディズニーのチケットとか残るものが欲しかったよね。そう、その別にマネージャーのそのなんとかなんとかみたいなやつ、あれクリーナーでよかったよね。よかった。誰がで研究生とかなってたらさ、困るよね。そうそう、困っちゃうよね、あんなんだったら。だから逆に言うと、リナに逆らったやつみんなゴリラにするからね。いや、私 iPad 欲しかったのよ。あ、しかも新しいやつって。そう、 iPad エアでしょ。エア、新しい。私あれ持ってる今、それでやってるから。なるほどね。どれぐらいがいい？だからゆなちゃんが iPad も引いた時点で、あ、もういいやって思っちゃって。結構最初の方に引いた。うん、最初の方ちょっとゆうか。うん、いいや。ね、お目当てがなくなったからもういいやってなっちゃった。私リファのシャワーヘッド欲しかった。うん、 あれいいんだ。あれね、東京の家にあって、いや、本当にマジで。それいい意味で。いい意味で。で、でも段階で。え、そう、選べるんですよ。いろんなのある。いろんなのある。あとなんかミストみたいなやつもあるし。そうそうそう。あれめっちゃ欲しかった。あれ聞いたり語ったんかな。あれじゃない？何だったの？7個当たってた。やっぱ最高のやつの方が良かったのかな。あ、そっか、もう一個はドライヤーか。ドライヤーもいいんだよね。誰がそれ当たったかわかんない。こんにちは。まあいいや、スタバで。こんなん、うんよ、うん。いや、でもさ、1000円でもありがたい。そう。何もないよりありがたい。ありがたい。ちょっと私、いくらだったかな、私聞いてみてない。うん、あ、でも、削られてたから。1万はない。5000円も。え、でもね、エルカンさん1000円だったってよ。そうだから。誰と誰でしょ。ザワちゃんが5000円って言った。え、キャプテンが1万でしょ。ちょっともう1人だけど、あんま駄目ですよね。5000円当たります。え、5000円当たりんの？やば。じゃあリノリかな。リノか、ワンちゃん、ひじりか。え、でもまだ、あ、いや、ひじり1000円って言ってたな。え、やっぱ1000円ワンちゃんにもあるよ。でも削るのめんどくさい。え、じゃあリノじゃない。で、こうやって1000円とかリノ当たったけど1000円絶対もらえるから。もらった。そうだよ。でもなんかさ、今なら1000円は絶対もらえるの。みんなもらえるの。3回なんか、ね、当たった人は絶対1000円やけど、当たってない人はダブルチャンスで1000円から1万円の中のどれかが当たりますよって。そう、当たったら確定1000円。3タボ、この後もこれでやります。なんか今のやつってその当たったって感じじゃなくない？なんか仕事増えたって感じ。仕事、え、でもそれさ、増えたからさ、特に倍でボーナスでもらえるわけでもないでしょ。全然お給料上がらないやつ。だけどマネージャーに1個上がったって。だからもしかしたらこの私がプロデューサーの生写真がバカ売れしたら多分マネージャーになる。確かに。1個段階が上がる。えいじゃん。 H のマネージャーになって。そうね、イナとゆるちゃんのマネージャーになって。 H のマネージャーになって2人専属マネージャー。2人わ、なんか大変そう。こっち大変そう。リノがでね、お弁当も美味しいやつにして。そうだよ。でもめっちゃ言うかも。 SNS 最近更新してないの？ツイッターとか起こしてる。怖すぎる。栗山さんも TikTok 1000人くらいしかフォロワーいないじゃないですか。1700人あるし、今日載せるし。さっき知った情報。そう、あのフーディーファムさんが今回あのシングルのダンス全部振り付けしてくれたんですよ。その後もこれで。そうで、フーディーファムさんが来た時に思い切って聞いてみたんです。どうやったらフォロワー増えますかね。1600人しかいないんですよねって言ったら鼻で笑われました。でもそれはさ、何十何万人フォロワーいる人にさ、1700人の女がさ、言うたところでそれは笑われるって。毎日投稿してらっしゃるから。しかも待って、めっちゃその1日に載せるのも1個でもないから。3つ4つぐらいとか。そう、フォローしたらツイートが、ツイッター、ツイートじゃない、通知めっちゃ来るから1日。すごい。いっぱいちゃんと載せてるんだ。ちゃんとって。だから私とはやっぱ違う。だから1700人になった。でも楽しそうよね、めっちゃ。うん、楽しそう。うん、なんかでもあんだけ踊れたらいいよね。え、2人のアカウントとか作る。確かに、ね、わ、いいな。そのプロデュースしてよ。どうなんだ、だってさ、ザワさん TikTok 撮るときだけしか言われんのよ。はい、行くよ。スタンドでやればいいのにさ。とか起こ
プロデュースしてよ。でもマリクルとかやってるじゃん。私がプロデュースした TikTok 3700人までしか伸びない。ダメです。もはやクリナのアカウントから始めて最終的にクリナのアカウントじゃなくなるやつ。でもクリナの名前を変えて楽しいな。でも逆に言うとクリナのアカウントから始めたら最初から1700人はいるから。そうそうそう、だから1700人からゼロからと違うやん、やっぱ。そうよ、スタートがやっぱ大きいよ。1700人、うん、今だってみんな初めて1年半か2年ぐらいかけて1700人やから1700人は大きいよ。だって私候補者の時とかさ、うん、1000円超えただけでさ嬉しかった。なかったさ、ね、初めてショールームやった時とか。ショールームフォロワーあるもん。しかもなんか今ショールームのあのあれが違いますので、ね、システムが。あ、そうなの。そう、あのこれ視聴者数じゃないんですよ。この星盛り上がり度らしいですよ。なんかだからギフトだったりとかその今来てる人数とかで盛り上がり度が決められて、ここに表示されてる。じゃあ盛り上がってないわまだ。なんかタワーとか来たらめっちゃ一気に上がります。そうなんだ。え、すごい。そう、面白い。面白いね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。絶対みんなで並んでるよね。うん。この時間。多分見てないよね。つけてくださってるだけ。ダメでしょ、握手会のとこ、スマホ。いや、でもさ、持ってる人もいるよね。後ろはいいんだけど、ね、並んでる人はちょっと厳しいかもね。後ろ。おもろいね。写真どんなのしようかな。怖い。イエーイ。でもさ、可愛いのが好きじゃん、ファンの人。どうなんだろうね。でもリーダーはしたくないから。でももうやり尽くしちゃってるくない？最近は。服系はね。難しいね。なんだろう。でもそこを全部クナー決められるはずよ。じゃあなんかもう外に撮りに行く。え？撮りに行って。フィルム。フィルム系おしゃれでいいよね。でもどうなんだ、なんか女の子とか好きそうじゃんフィルム、うんうんうん、でもさやっぱ男性はさどうなんやろ。あ、なんかスマホに挟めるやつとかでしたね。それ名前自身にグッズ変えたらもうグッズ係やそれも。いや何がいいんだろうね。写真、だからリナはなんか平成ギャル可愛いなと思う。横とかも可愛くない？縦だけ。あ、確かに、うん、でもね、どこまでできるか分かんない、ね、やっぱギャルやりたい。ギャルやりたい、うん、だっておじさん多分ルーズソックス着てる。うん、ルーズソックス、ブリュックスカート履いて、そうそうそう、隙間とかつけて、うんうん、お、いいね。そう、スクーバック。あ、スクーバいいね、うん、プリクラみたいなあれ描きたい。ギャル一生友達みたいな。よろしくみたいな。よろしくなんかああいうのレブスタンプみたいにポンポンってつけるやつ。スタンプなんてつけないからね、プリクラ。くじ引きで40分ぐらいなんだ。くじ引きって何、うん、あ、くじ引きあるらしいですね。全部外れたってさっき言ってる。ファンの人？へぇ、なんかそんなのも知ってんの、おもろい。ねえ、マジでさ、働いてる、うん、どこだよ、マッキーに所属ではある。まあさ、みんなそうだけど。どこでそんなの知らなかったんだけど。でも詳しくは分からんじゃん。でももうくじ引きのとこ行こうかな。当たりました。チリンチリン。でもあれやって、あれのやってみたい、潜入。あ、そう、そう、ファンの、そう、それで YouTube ですればいいのね。やってみたい、うん、ドッキリやりたい。やりたいよね。混ざっててもバレないのか。剥がしとかしたいよ。やってみたいね。え、バレなさそう、意外と。でも女少ないからね。まあそっか、メガネとかさ、かけちゃえば。でもリンの喋り方だけだよ。あー、怖いね。終わりでーす。もうダメでーす。え、お時間ですっていう。お時間です。ほんと言える？うん、お時間です。一番低く言ってみて。お時間です。お時間です。え、どうなんだろうね。今日女の人のスタッフさん何枚、多分たまにいるよね。たまに剥がしの方で、うん、でも今回結構厳しめなんだよね。赤い線踏んじゃらめっちゃ踏まれてくださいってめっちゃファンの人怒られてて、ね、ちょっとそれ見て笑っちゃう。守ってね。そうだよ、みんな守んないと怒られちゃうよ。よろしくね。よろしく、よろしく。こんにちは。何やるの？そうでもないし、いつ、わかんない。全然確かにいつやるんだろうね。どこまでできるかもわかんない。てかさ、それ先延ばし先延ばしされて忘れられてる。いや、私あの袋一生取っとくから。あれ、てかそんなあったっけ。いや、ありますよ、名前書いてますよね。スタッフさんにそういうの結構あるからね。いいね。みんなリナの推しハッピー着せようかな。あ、でも可愛いんじゃない。ありじゃない、ありじゃない。何パターン作ればなんかもうもはや何着取るじゃん。確かに1日にね。だってハッピーとか1個あればいいんでしょ別に。その日は、ね、その日の生写真はクリナプロデュースにしたらいいじゃん。全部全部しちゃえば。やりてー。ハッピーとか別にお金かかんないでしょ多分。ただ
みんなが思ってるからね。そうそうそう。時間かかりそうだから。いやそうだから押すよね。押すよな。7期が入ってくる前に撮んないと。そうだ確かに。逆に7期もさ、あれじゃない、入ってすぐの生自身それ嫌じゃねえ。これな、誰だろうみたいな。なんでこんなことさせられるんだろうみたいな。 NKT ってこんなことしなきゃいけないのみたいな。でもセンターじゃないしなとか。そうなんだよな、センターとかやったらなんかめっちゃ、おーってなるんだよ。かわいそうだよ、マジよ。面白い。7期生も入ってくるからね。何がいい、楽しそうだね。なんでも、みんなおじさんが好きなのは体操服にブルマだよ。やだ、今どきなくない、そんなの。でもやだ。でもブルマ入ってたってすごいね。すごいよね、あれが普通だったんだよ。でも学校の仕組みとかどうなってるのかな。え、気になる、ね、すごい、この前ニュースで見た。え、まだ来てんの。いや、なんかもう男女ともに上があって、しかも前チャックでこう締めれるやつ、同じの、マジ男女ともに。で、下もこう、あのちょっと緩めの、緩めっていうか、ピチッとしてるかのズボンで、そう、だからもう、これ絶対これないし、男の子も上着てる、半袖の。でも繋がってるってこと。繋がってない、別にセパレートってこと。大事だよ、そういうのは、ね、男の子でもさ、やっぱりあるじゃん。帽子はかぶるの、やっぱかぶるんじゃない。帽子いらんよね。あれ嫌だったよね。前髪全部なくなった。頑張ってって書いて。あれ嫌だった。あとさ、シャワーやってる時の時間。水泳やってる子だけめっちゃバチついてる。めっちゃかっこいいよ。あれみたいな。ステータスみたいなやつもある。プールマジで嫌だった。あれ嫌だ。都会の学校もそうだったんだ。田舎だけじゃなかった。よかった。嫌だよ。寒いよね、あれ。寒い。泳げないし。泳げないよ。寒かったな。テストとか本当嫌だった。いや、わかる。なんかイルカ組、なんとか組、メダカ組。そう、なんかそう、順位あるじゃん、あれが嫌だった。グループ分けね。ね、懐かしい。ビート版でしょ、うん、初期は。これなんか想像しただけでよ。ビート版でも、なんか嫌だよね。恥ずかしいんだけど。みんなやっぱ泳げなそうだよ。私でも、あの、平泳ぎまでできるよ。あ、できるんだ。平泳ぎまで。平泳ぎまで。バタフライはできないけど。できないでしょ。なかなかできんよ、あれ。水泳習ってないとできないね、うん、あれ。でもやっぱかっこいいじゃん。多分ね、全国共通よ、やっぱり。うん、引き継ぎが嫌いやもんな、今。クロールとかね。クロールの方が嫌いだった。うん、平泳ぎの方がやっぱ好きですよね。楽だからね。やばいね、今スプールとかやったらおもろいね。いや、おもろいやろ。てか、水泳大会です。面白い、絶対面白いと思う、ね、じゃあでも水着デビュー水泳大会やっちゃう。やだ、私雑誌とかじゃなくて水泳大会。水泳大会やばい。しかもすく水やだ、ね、変わったの。売ってないんだもん、すく水も。うん、だから こっちタイプのすく水はない。なくていいよ。でもなんかあれに憧れてましたよ、私。あのスカートタイプ、あスカートになんかズボンみたいになってる子が小学生とかの時いたから、めっちゃいいな。まれにいたよね、うん、あれずるいな。なんかこっちだったから最初は、ちっちゃい時は。でもそこからこっちになりましたけど。そう、でも中学からこれになるよ。そうそうそう、ズボンになるんで、うん、小学校こっちですか。でも小6までこれだったのすごくない、逆に。すごい、うん、どんな話ってるこれもうカメラの存在忘れちゃうからよくない私。うん、面白いよ。面白いね、時代よ、これ時代だよ。うちの妹中学校入るときに制服のネクタイかリボン選べるけど、ネクタイにしてたの。選べる、もともとは選べなかったのよ。男女がね、もうそういうなんかネクタイとかないんだろうね、うん、ネクタイの方が可愛くない。でも、うん、なんかネクタイ結べるようになってきたよね、なんかもうね。あ、そういう授業あったらよかったのにね、うん、なんかマナーとか学ぶ授業欲しいね、家庭科とかで。逆によく知れるよね、うん、もう触ってないの。でもジャチューブのネクタイあれだよね、結ぶんじゃなくてパチって。あ、そうそう、楽よ、そういうのも楽ってするだけで、うん、面白い、かわいいギフト、ね、これ。メリクリ、みんなメリクリって言うけどさ、明日じゃない本番。今日でもいいでしょ。今日ってでもイブだからさ、やんメリクリなの。メリクリじゃない。てか、なんならイブの方が盛り上がってない。私イブの方が好きかも。うん、私もイブの方が好き。そうなんだ。いや、そんななんかどっちが好きとか概念なかったけど。でもなんかさ、もういいやん、サンタさんが来る日じゃん、うん、大
その日の、そうそう。だってなんなら朝でさ、もうクリスマスって終わるくらい、25の朝で。クリスマスプレゼント開けたらなんかさ、もう。え、でも25の夜クリスマスパーティーとか世の人たちはするんじゃないですか。するけど、でも私24なんですか。24の方が好きだな。そうなの。そんなに24の方がなんか。明日もピリピリ出るやん。やばい、楽しみ。確認しなきゃ。去年面白かったよね。クリナがさ、4回出てなかった？エリナフル出演、クリスマス公演。え、そうなの？そう、4公演フル出演で。H 最後だったもんね。H 最後で、最後の最後に、あの胸キュンゼリー。胸キュンゼリー。ああ、自分で弾いて、そう、お願いサンタさんみたいな企画で弾いて、バッて戻したらみんな集まってくる。わー、あれめっちゃ面白かった。懐かしいね。あれすごかった。あんな綺麗な終わり方するとは思わなかった。落ちがね、ゆうるちゃんがさ、一回クリーナー戻したやん、ちょっとやつとゆうるちゃんがこれです早かった、集まるスピードも早かったし、見つけるスピードも早かった、面白かった。予約してクリスマス踊らなかったしね。マジだやめよ。え、あれさ、みんなから見たらどうだったの、予約したクリスマス。気になるわ、ね、うちらは結構もう覚えてますか、ズタボロだったのよ。覚えきらなくて難しくて、なんか去年の来た人いますか、クリスマス公演。え、何人か隠りましたよ。去年も行ったから今年も行くよみたいな。へえ。今年 H しかないからね。うん、いや、そっか、うん、H しかないんだ。選ばれた H。元 H 大集合。そうよ。明星さんも来てくれるからね。そう。めっちゃ楽しみなんだけど。ね、さあどうなるんでしょうか。今年は。12月のカンガルー。ああ、だってカンガルー大好き。私も大好き。でもカンガルー研究生の時全然踊る。カンガルーね、むずいよね。踊ってたもすごいね。休憩室だから、あの時。不思議でしたね。休憩中です。待ち時間ですね。これ去年あかりちゃん着たやつかな。そうだと思 う, あかりは去年思い出作りのためにトナカイ着てたから。あ、じゃあこれ思い出作り。実はトナカイ思い出作りのためにやった。あかりちゃんやんないもんね。そうだから1ヶ月後に卒業したっていう。あ、そういうこと。そう、かわいかった。今年誰着るかな。あいち誰だろうね。でもひじりとかいる。あ、確かに。ひじりあいちもいるし、いつもこれ着たがる。セント君とかね。確かに。じゃあしゃあないか。セント君ならもはや着なくていいんじゃない。だってセント君ジョーラじゃん、あれ。ジョーラだっけ。ジョーラだよ、確か。実物、うん、なんかここにこう斜めにこう白いのがかかってる。ああ、た、あれね、肩おっぱい出てる多分。男の子、男くんだから男の子。セントちゃんではない、確かに男の子か。僕たちのロマンス、神様のプレゼント。踊れてましたよって書かれてるよ。だからそう見えてるんだよ。キャプテンがなんであんないっぱい泣いたのかみんな分かってない。ね、泣いた理由まで言ってないんだっけ。忘れちゃったんだよね。もうすごい、でもすごかったよね、あの時。めっちゃ泣いてたよ。でも私も面白かった。いや、そう、私もなんか面白くなっちゃったよね。面白かったよね。この日、鮮明に覚えてるわ。最終的にちゃんとアルセノできたなら。そうだよ、それがアイドルです。すごいよね。だって今いっぱい練習したよね、でも。でも顔だよ、顔。感想が難しい。チャラチャ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 。全然覚えてない。もうやって多分、踊って終わった瞬間記憶からすぐ抹消した。え、わかる。そうよ、私も抹消したよ。歌さら正直 A メロ B メロとか全く消し去ったよね、もう。懐かしいね。うん。だいたいクリスマスがいっぱいするやん。うん。でもさ、なんで結構がやったんだっけ？去年。うん。去年。だから取られて、いや、そう、なんか去年も H な、なんで違うのみたいな話になったね。クリスマスはいっぱいがいいとか言ってました。
そうかが確かあれだったらとっておきクリスマスや、とっておきクリスマスがパジャドラと錬金かなんかやったけど、あ、そう、とっておき、やった、そう、やったやったやった、錬金行ったよね、行った、だからじゃあ稽古からさ、メリメリだ、あ、それやったんだ、確かノエルやった覚えないもんだって、あ、ノエルもとっておき好きよ、私私も好きよ、ピンクでやったよね、バレーが入る、そう、バレーのやつ、じゃん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 バケツをかぶれ、いい、いい歌だよね、感想とってめっちゃ踊りやすいいきなりのダンスコーナー苦手そうおもろかった明日って朝から歯医者に行かない、あ、そうです、朝は歯医者開いた瞬間に行きますあ、じゃあ歯医者行きまだ歯あれだもんね、そうなのずっとさ、クリナの歯さ、開いたままじゃないでもそれが似合ってるもうトレードチャームポイントじゃない、もう、もはや、もはや、いや、でもこれから頑張るから、ちゃんとマスケースが合わなかったから作り直してもらったのを取りに行かなきゃいけないんです、え、1年は経ってないいつからやったんだろう、立っててこれだったらやばくないだってさ、食べしゃのタイミングがめっちゃ合いしたやん、だから、立ってはないんじゃないか、だってあれ4月とかでしょ、お店で歯つけ足してもらったみたいな、いや、なんかさ、公園とかさ、つけたいけどさ、こう唾飛んだら嫌じゃん、公園中、ペッて歌いづらいしね、そうそうそう、ちょっと不仲になるし、口が確かに確かに、早く、え、リノがさ、マウスピースやったよね、うん、やってた時ってさ、例えばこう、普通に普段仕事じゃない日、うん、とか、もう外食とかじゃ行ってないってこと、我慢、いや、違うよ、でも家でつけましょうだったかも、私の場合、夜、夜絶対みたいな、わかなもじゃなかった、うん、わかなもそうだったけど、え、1日何時間つけるんです、忘れたけど、なんかいっぱいつけましょうみたいな、あ、夜はもう絶対です、そうそう、あ、その代わりは昼間は別にそんな、うん、強制じゃないですよ、つけれるときつけてぐらい、うん、すごいこと、寝るとき絶対つけてる、強制の話してる、やってもらってるからつけてないけど、夜は絶対つけた、でもだって今なるべく1日20時間つけてくださいって言われたでもそこぐらいつけないと動かないよね、ダメなんだ、頑張ろうなんか今32枚目ぐらいで、え、それ もともとの予定で、あの、ここが生まれたから60何枚目ない、あ、はいはい、全部で90何枚なんです、あ、じゃあ80何枚とか、だから知らない、ほら3分の1くらいやん、そうえ、でもさ、動いてる感じはするの、喉狭まってますよ、ベロが入んなくなった、あ、そうなんだ、なんそうなんだ、ちゅうこといいんだ、いや、全然さ、こっちから見たらさ、ずっと開いてるの、窓開いてるじゃんとか思ってスタッフさん、スタッフさんっていうかマネージャーさんみたいな人に、私もグラビアやりたいなって言ったら、その歯はいつ閉じるのって、多分これのせい、え、でもさ、借りがないないです、私、そうなんです、あれはないワンちゃん白いのなんか詰めとけばいけそうな気もしてる、なんかしょうがないよね、もうでもしょうがない、硬いあれだと、だって結局マウスピースで後ろに押してここの隙間がどんどん狭くなるからすぐ合わなくなるじゃないですか、差し歯が、まあね、だからなんか柔らかい何かを詰めるしかない、うん、綿とかつけとか、いや、なんかそれでも気をつけど、綿ね食べてそう、食べてそう、ティッシュ詰めと溶けない、もうちょっとなんかないかな、綿とかティッシュとか以外になんかありそう、なんだろう、マシュマロとかさ、消しゴムとか溶けるくない、消しゴム、うん、やだよ、マシュマロね、いや、待って待って、ティッシュもあんま変わらんてティッシュも溶けるから口の中で嫌じゃないです、消しゴム、豆腐アメリカプルンプルンやんなのすごく大変だよ、白いの思い浮かべてたらないね、なネギとかでいいんじゃないあ、なんかさ、あれやるじゃない、白いコーン、トウモロコシの白いやつ、あーね、探し出して、うんでもそんなことしたらもっと広がっていきそうだけどね、確かに傷だ、コーン1個入るようになったみたいな虫歯になりそう、なんか甘いものとか詰めてたなんかさ、コンサートに来た亀子さんが、今回初めて亀子席を取ってこう何人か乗せたんだけど、クリアちゃん歯がないから乗せていいか分かんない、どうしたらいいって言われていいよね、いいよっつって、歯ないの分かってるから大丈夫だよ、そこはね、そんな気にしてないからそうだ大丈夫、ちょっとずつ待ってんだから、あー、もろ、私はポジティブな歯に関しては任せたね
むしろ。でも見ないとでしょ、みんなの歯がね、うん、たまにふと思うよ、うん、でも配信やってて自分でも思うよ、めっちゃ笑った時に歯ねえなって横がね、こう見たら、うん、しかも両方ないよ、ね、でもしょうがなくないもん、だってもうやるにはさ、でも90何枚って長いよね、86か89なんでの予定2年半、あじゃあそでもそれが1週間で帰る予定で2年半、無理じゃん、それでも夜だけとかそういうのだったら10日間で帰なきゃいけないから多分3年半とかね何歳だってもあと3年半後26とか26、7いい大人よ、まあでも今大人矯正とかあるからあるけどさ、なんか思った裏側にすればよかった、うん、まあ楽よね、そんな高いらしい、サボらないじゃん、その方がサボれないじゃん、うん、だってずっとついてでも痛いらしいよらしいね、でもそうすればよかった、でもなんか加工の技術とか発展してさ、うん、なんか歯もあんじゃん、歯もできるようになっちゃうね、あれしょ、あのビューティーカムとかで、うん、なんかありそう、歯何本追加そう追加みたいなこんにちは、こんにちは、やっほー、今日日曜日だからね、なんか今日日曜日か、明日は月曜日、天神がすごい人いっぱいだった、へえ、やっぱ行くんだ、クリスマスマーケットがやばいんじゃない今日も、カップルだらけかな、手つないでるカップルの間走って通り過ぎ、今日行くの、でもイブじゃない、あでも明日の方がいい、デートスポットがないじゃんポーカー、え、そんなイメージない、なんかあんまり、確かに天神ってなんかカフェとかご飯はあるけど、だって競合園しかないよ天神、まあでもクリスマスマーケット今いっぱいあるから、うん、うん、分散分散、うん、でも博多綺麗じゃない、綺麗だね、私天神が好きだったけど今年は博多が綺麗だな、あれだった、大名待って半年前ぐらいに歯医者に入るクリナちゃん見た気がする、さあゆうちゃんのとこで来てる、ゆうちゃん待って待って待って、ちょっと待ってちょっとね、わかんないけどどこだろうちょっと後で分かんないどこだろう、今の DM に送ってる正解とも言葉で見てないけど、3台分の配信の人が見恥ずかしいんだけど、お腹痛い、お腹痛い、あー面白い、なんだよ、何その変なエピソード恥ずかしい、どこで見られてるか分かんないから、いや本当にそうだよ、でもこの人さ歯医者通ってるけどまだ治ってないなと思ってるやん歯医者でよかったよ本当に半年前ってことは、では半年前ぐらいにやり始めたってこと、うん、だってやってるよ全然、うん、絶対半年前だったらやってると思うよ、1年くらい経ったかと思ってた、でいつから始めたかも覚えてないのなんかさ、でもなんか 見せてたよね公園でこうやって、うん、歯ないです、歯なくなりましたっつって、え、でも H だったよね、 H だった気がする、で考えたらめっちゃ覚えてた、1、2回多分矯正つけたのも出たことあるの、1回かな、でも歌いづらくてやめた、去年の1月までってことだよ、好きなの耳が悪い時期かな、いつの音もいつだっけあれ、いつと思ったの、私あれめっちゃ笑ったよね、笑っちゃダメなんだっていや私こないだふとあれ耳どうなったの、でもね最近ちょっとまたなんかね今はもうねちょっとじゃあ一回治ったの、本当に一回の本当に一回治ったら、ちゃんと病院通って先生から治ってますねって言われて、今じゃ気をつけてくださいね、だから今度次新しい耳栓探さなきゃやばい、やばい、H の時でクリナ遅刻してきたもんね、珍しく、でしたら耳に病院行ってて、なるほどね、懐かしい、めっちゃ独学の時いっぱいあったけど、しかも面白い、しかもなんか耳栓が透明とはいえなんかちょっと長いから耳がちょっと出てんだよ、ピヨン面白いよ、耳栓つけて公園出る人ほあんまおらんと思うけどみんな治るから大丈夫だよ、ここにいるから証明する人が、うん、よかった、よかったよね、歯も早く治るといいね、これ治るとかじゃないよくなっていってんのよどんどん、でもこれ結構みんなに聞かれるのが、そのメンバーに聞かれるのが、うん、その歯いつ生えるのって、これ大人の歯を抜いたから生えないの今奥にこう押し合ってるのって口を矯正してるんだよね、まだ赤ちゃん生える生えないみたいになってる、赤ちゃんだと思われて乳歯がね、その乳歯抜けたんですかぐらいの勢いで来るから、ね、違うよって
はあ、面白いね。疲れた。いつも笑い疲れちゃった。疲れた。何回かな。今何分だろう。でもアラーム鳴らしてるんやろ。鳴らしますよ。鳴りますよ。虫歯じゃないよ。失礼な。でもここ来てから虫歯なってない私。本当？えらいじゃん。怖い。通うのめんどくさいじゃん、歯医者。うん、やっぱ通った方がいいのかな。定期検診もした方がいいらしい、うん、やっぱクリスマスの朝一ってやっぱり歯医者空いてた。空いてた。で明日の朝一で行くもん、歯医者。あ、まあ、そう。明日の公演は歯医者行ってことに行く。月曜日だからじゃない。え、でもね、よくね、クリスマスとかって病院空いてるって言うじゃん。まあそりゃみんな後回しにするのかな。うん、じゃあクリスマスに行こうって思わないもんだってしかも歯医者とかうん、思わないね、うん、何もなくてもじゃない。確かに何もなくても行きたくない、うん、パーティーしないよ。クリスマスパーティーパーティーしたいな。でもな、サンタさん来ないかな。来てほしいね。ね、明日しないのかな、パーティー。この終わり。どうなんだろう。してもさ、ピザ1枚くらいしか食べれない。去年ピザ食べたね、うんうん、バタバタするからね、終わりは。そっか。もうすぐ終わり。遅そうだね、明日。わー、サンタさん。え、いつまで来てた。高校生はもう来てないです。なんなら中学2年ぐらいから。高1かな。来てないかも。中学生来てた。でも高校生はもう、うん、分かってるけどみたいな。高1まで。なるほどね。あれ、こっち来るって同じタイミングかな。高1できたから。私送ってくれる、まだ。今まで送ってくれる、好きなもの送ってくれる。あ、去年スイッチ来た。めっちゃいいね。私も来ないよ。あ、そうです。妹から半額で買ったのよ。え、送ってくれるの？送ってくれる。いいな。めっちゃいいね。うちもサンタさん、だってなんかさ、こう起きてさ、うん、クリスマスとか去年まで起きてこう周り見渡して何もなくてなんか切なくなる。いいな。しかもスイッチいいね。そう、くれた。それスイッチが欲しいって言ったの？私言ったっけ。あ、言っためっちゃ言ってた。いいな。私 AirPods が欲しい時期がやっぱあってさ、使うじゃんやっぱ、うん、使う。みんな持ってるから欲しかった。欲しくて、うん、欲しい欲しいって言ったらマフラーが来た。いいじゃん。いいけどさ、だいぶ値段違うけど。そんなことあるやん、ね。普段なかったんじゃない。そうね、在庫切れだよ、ね、なかったよ、ね、しゃんないしゃんない、うん、大変だからサンタさんもね。うちサンタさんからと誕生日だよって1万円手渡されてた途中からも、まあ、そういう家庭もありますか。いろいろある。サンタさんもね、いや悔しいのがさ、妹弟はそもそも誕生日別でもらってて、あ、まあ、でしかもクリスマスに 3DS とかもらってて、私だけどっちも合わせて1万円。どう考えても格差ってことない。値段差はお姉ちゃん、お姉ちゃんだからずっと長女ね。長女ってよくないな。だってリノでも長女だよ。うん、リノ長女。全然長女っぽくないけど、一人っ子かと思って。あ、この音怖い。怖い、なんでそんな変な音です。これが起きてる。これ怖いわ。怖い怖い怖い。時間ですよ皆さん。あいよ。ありがとうございました。ありがとうね。また次次の30分後に私はお話し会がありますのでお越しくださいませ。じゃあゆるちゃんからランキング読んでって。あよ、13位博多の細麺さん、12位くじますさん、11位にしやっぽさん、10位白川さん、9位としさん、8位かなぴちゃん、7位たいすけさん、6位ゼロさん、5位かれんにひなたんを語る寿司になりたくてさん、4位きたさん、3位しましょけさん、2位まぞうですが何かさん、1位昔は美少年さん。ありがとうございました。はい、おめでとう。13位がりつーさん、12位かずさん、11位がのりさん、10位がちゃんさん、9位がちぇん、
8位がタラの魚さん、7位がハセムッチ、6位がトマさん、5位がヨウスケさん、4位がヤスさん、3位がハヤタくん、2位がノブリン、1位がコージーでした。ありがとうございました。イエーイ。違うね、ファン層が全然わかんない。でも私1人かぶってた。あ、よかったよかった。13位、キノコさん、ありがとうございます。ジュニアプロさん、ありがとうございます。11位、トワンチャロさん、ありがとうございます。10位、ハルカさん、ありがとうございます。9位、クロベルさん、ありがとうございます。8位、ションション、ありがとうございます。7位、バルタン太郎さん、ありがとうございます。6位、ヨシモジュリ、ありがとうございます。5位、ウラさん、ありがとうございます。4位、ジャガシマさん、ありがとうございます。2位、チェイさん、ありがとうございます。間違えました、3位、チェイさん、ありがとうございます。2位、タナサガナさん、ありがとうございます。10位、ワタリガニトモキ、ありがとうございます。みんな、ありがとう。じゃあねー、また後で。バイバーイ。